時間になりましたね。はい、皆さんどうもこんにちは。ではライブ始めさせていただきたいと思いますけれど、大丈夫かなみんな。あ、戻ってきたな。みんなが戻ってこないと始められないからね。では、
Thank you.
皆さんどうもこんにちは。今日は、ありがとうございます、今日はねいつも一人でやってるわけですけれども新しい新作もねもう新しくなくなった半年くらい経ったね、
シテールというアルバムがありまして、今日はね、ギターの東海園にまさると一緒にお届け、配信ですけれど拍手は大丈夫ですからね、はい、どうぞしてください、はい、注文の方もどんどんしていただいて大丈夫ですからね、はい、いい匂いだ、いい匂いだね、食べたのにまた食べたくなります。カレーの匂いってこうそそるよね。そそりますね、とてもそそりますけど、はい、で今日はね、このユニットで初めてのこのライブ配信ですね、はい、でスパチャの方もね、できるようになってますんで、よかったら投げ銭よろしくお願いします。今結構見に来てくださってますね、ありがとうございます、思ったよりずいぶん多いっす、はい、よかったらスパチャの方もね、よろしくお願いします。一応今日投げ銭のライブということなんで1曲目にお届けしました曲は、雲が降りる庭という曲ですけれども、今日ねやっている吉川上市川というところなんですけれども、そこから見える田園風景を、ね、見ながら作った曲です。その雲が降りる庭と、2曲目にお届けしたのが、なんだっけ、風谷から聞こえる風の音、そうですね、谷から聞こえる風の音という曲ですよ。これはね、今度10月に熊本の方行くんですけど、この曲は、作ったのは、ね、大分県ですね。大分の、前津山という、今はね合併して名前変わったみたいなんですけれど、そこで作った曲ですね。で3曲目にお届けしたのが、日だまり、ジャニーズの森、ベルスの森ベルスの森、これはね群馬県の草津ですね。草津にロマンチック街道っていうところがあるんですけれども、そこのところに行ったことあります？ベルツの森っていう森があるんですよ。知らないです。あ、本当に？いや、今度行こうぜ。すごくね、いいところなんですよ。いや、そこで作った曲ですね。でそれが当時のね、もうずいぶん昔ですけど、当時は草津、近いんでね、草津の温泉協会の方々が気に入ってくださって、あの草津の温泉街でこの曲が流れてたんですよ、ね、だけど誰も気がつかないかなと思ったら意外とね聞いてくれてんのね。この間草津行ったら流れてたよとかって言ってね、今はもう流れてないと思うんですけど、また流してほしいなと思うんですけどね、はい、今日はねこの東海林勝の素敵なギターと一緒にお届けさせていただきたいと思っております。じゃあ次の曲行こうか。自分の曲って全然覚えられないんですよ。あ、僕もですね。なんででしょうね。で、僕だけかなと思ったら、北海道の有名なフォークソングやられてる、松山千春さんっているじゃないですか。彼もそうなんだってね。自分の曲わかんないんだって。で、その話をたまたま北島三郎さんにしたらしいんですよ。千春さんが。そしたら、いや、自分もなんだと。みんなそうだ。あ、そうなんだ。だけどね、やっぱり、できるだけ僕は譜面を見て演奏するというよりは、見ないで演奏したい方なので、できるだけこう世界に入りたいなというのがあるので。でも、覚えてないので、いつもマサルには迷惑をかけてます。はい、次の曲は、日だまりという曲ですけれども、また、何曲か続けていきたいと思います。Thank you.
Thank you.
まずでしょうかね。はい、アスパチャありがとうございます。ここに入ってきて、お、結構大きい額が来てますね。ありがとうございます。はい、皆さんどんどんスーパーチャットをよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あれですね、先ほど今1曲目やってやらせていただいたのが日だまりという曲なんですけど、これはね、埼玉県の幸手市で作ったんですけどね、当時埼玉県幸手市に住んでた時にね、すごく日差しのいいところの縁側があったんですよ。そこの縁側でね、日向ぼっこをしてる時に作った曲ですね。そういう本当にもう世の中のいろんなことをこう忘れてね、ゆったりとした気持ちになっているときにパッとこうできた曲でしたね。で、次にお届けした曲が何だったっけな、鈴掛け、あれ、松にそういう風か、松にそういう風という曲ですけれども、この曲は埼玉市、今埼玉市か、当時浦和というと、浦和、今浦和区っていうのがあるのかな、浦和区あるの浦和にあります門前仲町って、玉造院ってね、しだれ桜の有名なお寺があるんだよね。そこの近くに、門前仲町裏通りって言ったかな、という通りがあって、すごくおしゃれな通りなんだよね。昔ながらの喫茶店があったりとか、はい、結構古い町並みの通りで、浦和っていうと、なんだっけ、美術の絵画とかもね、結構有名なんですよね。画材屋さんがあったりとか、知りません？あんまり知らないですか？結構いっぱいあるんですよね。ご存知ないですか？あら、みんな知らないです。いっぱいあるんですよ、画材屋さんとかが。で、まあ、芸術家のね、非常に多い町っていうのが浦和のそういう特徴の一つだったんですけど、ね、そこに古い古民家でね、お店で、趣味の店三本松というお店がありました。でそこのね、2階に上がると、その昔ながらの街並みなんでね、みんな河原なんですよね。今なかなか見ない田舎の波がダーッと広がってるわけですよ。でその向こう側にね、その玉造院のしだれ桜が見えたりして、まあ、とてもこういい雰囲気のところ、そこで、三本松というお店だったんでね、松にそよぐ風ということで作ったのが、もう一つお届けしたのが、鈴掛けですね。鈴掛けという曲なんですけど、これは栃木県の那須は行かれたことありますか？はい、あります。そこにね、知り合いの別荘がありまして、そこに泊まりに行こうということになって、で泊まりに行ったんですよ。で泊まりに行こうっていうだけじゃなくて、そのコンサートやるっていうことがあれだったんですけれど、でそこでコンサートやるっていうこと で、まあ、こういう今日ね、こう聞いていただいてますけれど、森の中で本当にやったんで、すごい気持ちよかったんですよ。
大丈夫ですよ、寝ちゃっても起こさないから。はい、そのね、森の中でやってる時にできたんですね。そういう感じなので、今日はね、音の森林浴ということで、そのこういう感じでお届けしてますけれども、僕自身が結構こう作る曲というのが静かな曲というか、イージー、今で言うとイージーリスニングというのかな、そういう曲が多いですね。その昔は結構ね、いろんな音楽、ハードロックとかいろいろやってましたけれども、今はこういう、なんかね、自分の心の癒しのために弾いてるんじゃないかって感じですけれど、こういうね、穏やかな気持ちがになることが多くなってきたのかな、ということで、お届けさせていただいてます。今日はね、特にその途中休憩とかなくやろうということなので、よかったら注文の方はどんどんしていただいて大丈夫です。コーヒーミルが回る音もいい BGM になるかなというふうに思ってますので、気になさらずオーダーの方をしていただけたらと思います。はい、嬉しいですね。結構皆さん見てくださっててありがとうございます。はい、じゃあ、次の曲行ってみたいと思いますけれども。次は何だろう。
Thank you.
ギター2本でね、結構こういう激しい曲っていうのも昔はやってたんですけど、ちょっとやっぱりいいですね、こういうのね、楽しいです。もうね、あと残すところわずか2曲、あと2曲で終わりになるんですけども、どこから行ったっけな、夕まぐれからやったのか、さっきはね、はい、夕まぐれという曲は、もうこれもここで作ったんですよね。あの、夕まぐれって知ってます？その言葉。僕知らなかったです。知らなかったです。知ってますか？知ってました？夕まぐれ。言葉は知ってました。意味は知らない。そう、夕暮れ。はい。そうですね。ちょうどその、帳が降りる頃というか、その頃って、なんでかっていうと一番色が鮮やかなんだって、いろんな色があって、オレンジだけじゃなくて紫だったり青だったりね、この美しい景色が、すごく綺麗だという、でちょうどそのここから見るね、あの楽流市から見る夕日がそういうこと結構多いんですよね。でその景色見ながら、作ったんですけど、茶子さんはいかがですか、夕まぐれ。本当ですか。っていうかあれがね、そういうあのその時間帯、これからそういうすごく綺麗なあれに入るじゃないですか。はい、ね、うん、これからだよね、そういう。今日はね、いつもになく、僕はあの緊張してました、ものすごく。こんなに緊張することまずないんですけどね、本番前に。なんでこんなに緊張するんだろうと思ったら、やっぱりね、猫さんがいるからですよ。茶子さんもいるしさ、ねえ、もうみんなの顔がこうあると思ってたらドキドキするね。なかなかね、あの知ってる顔が多いけど、うん、そうなのかな。あんまりね、あとはやっぱり意外とそのオリジナルをやらないじゃないですか。みんなの伴奏をね、はい、やることはあっても、自分の曲をこうやるっていうことはなかなかないので、それもあるのかなと思いましたね。ベースを弾く分には全然、なんかどんなに大きいところでやるにしても何とも思わないのに、いきなりこうメロディーをやるってなると、いきなりなんかね、なんだろうこの緊張感っていう、嫌な汗かきますね。というわけで、じゃああと2曲行ってみたいと思います。はい、でこれちょっと曲の紹介先にしちゃおうかな。はい、はい、次の曲は、ファルコンという曲です。この曲は沖縄のね、で作った曲ですけれども、鷹をイメージして、上空を舞う鷹をイメージして作ったんですよ。でもこっちに来てから、それをこうイメージをこう膨らましていったら、まあ、鷹いるのはいるんですけれどね、もうトンビの方が多いんですよ、この辺。ものすごく、まあ、大鷹もいますけれどね、なんか気がついたらなんかトンビの曲になってたからなんかいつもこう空見て見るのが鷹じゃなくてトンビになっちゃったからさ、
かといって沖縄にあの鷹がいるかっていうと いることはないんだけれども、なんかそういうイメージがねあったんですけどね。でファルコンで、まあ、最後ですね、あのステールアルバムもね、これもあのソロではできないので、マサルと一緒にこうできやれる時がこの曲ができる時なので、はい、未だに覚えられない曲ですね、これもね。あのね、最近あのバンドでもね、あのファルコンやるんですよ。あ、そうなんですか。でもね、弾けないの。なんかね。そうなんですよ。でもなんか頭の中がベースになっちゃってて、あーベースを弾いちゃうんだよね。で誰もメロディー弾かない。あ、俺だ。あ、そうだったそうだったみたいな感じだったんですけども。はい、じゃあ、あと2曲聴いてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。Thank you.
川とおかえりまさる。ね、あのイージーリスニングのこういった形のコンサートってなかなか聞くことはないかと思います。生ではねないかなと思いますので、まあ、僕たちね、もうなんだろうな、反骨精神というわけではないけれどもこういう音楽をね、やっていこうということで、もう路線決めましたね。で、もうイージーリスニングのこういったコンサートもね、お客さんが多くても少なくても、やっていこうということになりましたので、ぜひよかったらね、疲れてるんだったらラクリージ行くとなんかすごい眠くなる音楽を聴けるよって言っていただけたら嬉しいかなと思います。激しいバンドとかね、嬉しい楽しいバンドとかっていうのはここにもね来てらっしゃる方がいらっしゃいますので、そういったライブを見に行っていただいて、私たちはこういうのをやっていこうかなと。幸いにしてこういう音楽やってるの楽にして誰もいないのでいないのでね、こういう癒し系の音楽をやっていきましょうということで、はい、どうしよう、アンコールがなければこれで終わりにします。いや、あるんだあるんだあるんだありがとうございます。木なんだっけ、まさきのですね、はい、そうですね、一応用意はしてました。あ、なるほど。ちゃんとちゃんとやるのはこれが初めてですね。最初の音が何だ、ウォーターイズワイド、ひどい川の岸辺を行ってみたいと思います。
ありがとうございました。ピーター東海島さん、極限で辻井ヒーロー誠でお届けいたしました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。インターネットでね、ご覧の皆様本当にありがとうございました。スパチャいただきましたありがとうございます。どなたかな、あ、チェロのパパさんじゃないですか。ありがとうございます。うわー、ありがとうございます。うわー、嬉しいですね。うわ、これはちょっと嬉しいな。ありがとうございます。はい、こんな感じでね、インストゥルメンタルの音楽をこれからもやっていきたいと思いますので、チェルのパパさん今後ともよろしくお願いします。今日最後まで、お聞きくださいまして本当にありがとうございました。またぜひお会いしましょう。さよなら。川口さんが